여러분안녕하세요今日はことわざの34回目です。今日は少し難しい表現かもしれません。一緒に覚えていきましょう。こちらになります。思いがけない夜中に棒。この絵のように思いがけなく突然夜中に棒で叩かれるといったイメージですね。ではこれは韓国語ではどのようになるでしょうか。こちらになります。아닌밤중에혼듣게というふうになります。この아닌밤중에、こちらだけでも慣用表現となっています。思いがけない夜中にという意味ですね。そして혼듣게、これは何でしょう、ご存知ですか。韓国では洗濯をするときによく棒を使いますね。そしてその後なんですが、このようにある程度乾いた洗濯物を小さく畳んで、このような棒でトントン叩いていきます。この棒が혼듣게というふうに言います。いろいろ調べたんですが、それぞれによっていろんな説明がされていますが、例えばかけた糊が均等に行き渡るようにという役目、またあるものでは艶を出すため、またネイティブの先生に確認したところ、シワを伸ばすためというふうにおっしゃっていました。以前私が聞いたところでは、布を柔らかくして肌触りを良くするというふうに聞いた覚えがあるんですが、説明によって様々ですね。いずれにせよ、洗濯の後乾いた布をトントン叩いて着心地を良くするという意味で使われているようです。ですので、先ほど言ったように、思いがけない夜中にこのような棒でコツンと叩かれてびっくりするというような表現になっていますね。説明はこちらになります。갑자기일어난뜻밖의일、突然起きた意外な出来事。夜中に急に叩かれるとびっくりしますよね。そのように突然起きた出来事を指して言います。日本語ではやぶから棒、寝耳に水といった意味で使われています。それでは今日も会話文を見ていきましょう。少し長くなりました。엄마、냉면먹고싶어요。배고파서잠이안와요。아닌밤중에혼듣게라더니갑자기무슨냉면이야？살찌니까그냥참아。意味は、お母さん、冷麺が食べたい。お腹が空いて眠れません。やぶから棒に冷麺かい？太るから我慢しなさい。このような意味ですね。日本語にするととても短くなってしまいますね。では会話文を一緒に読んでみましょう。本当の親子の会話のつもりで読んでみてくださいね。엄마、냉면먹고싶어요。배고파서잠이안와요。아닌밤중에혼듣게라더니갑자기무슨냉면이야？살찌니까그냥참아。それでは、いつものように会話をしてみましょう。皆さんは、本当にお母さんになったつもりで答えてくださいね。では、やってみましょう。엄마、냉면먹고싶어요。배고파서잠이안와요。読めましたか？会話文でしっかり使い方を覚えてくださいね。そして知らない単語があれば単語も一緒に覚えておいてください。では説明文も覚えていきましょう。아닌밤중에혼듣게、こちらの説明一緒に読んでみましょう。갑자기일어난뜻밖의일、もう一度読んでみましょう。갑자기일어난뜻밖의일。今日も短めですので、もう覚えたでしょうか。では、見ないで皆さんだけで言ってみてください。言えましたか？갑자기일어난뜻밖의일でしたね。뜻밖의とこちらは3つの音が続きますので、しっかり詰まって発音できるようにしてみてくださいね。
いかがでしたか？今日のことわざは、韓国独自のことわざですね。慣用表現の、アニンパンジュンエ。そして、洗濯物を叩く、ホンドゥッケ。こういった単語も、珍しいですので、ぜひ覚えておいてくださいね。それでは、アニンパンジュンエ、ホンドゥッケ。こちらの説明は覚えていますか？皆さんだけでもう一度言ってみてください。言えましたか？갑자기일어난뜻밖의일でしたね。今日の表現は少し難しかったかもしれませんが、韓国の文化を知ることもできて一石二鳥の表現ですね。こういった表現もぜひ覚えてみてください。そして会話文も今日は本当の親子の会話のつもりで自然な会話を目指して読んでみてくださいね。그럼 오늘은 이상입니다. 안녕히 계세요.